どうも、PO25 です。第23回、イクハルについて知ろう！よいしょ！というところで、どうも皆さんもご無沙汰しております。イクハル研究の第一人者を務めております、PO25 と申します。本日もよろしくお願いいたします。というところで、やってまいりました、イクハル研究でございますが、本日の動画から、シャニマスもパソコンが帰ってまいりました。なんでね、すごいこういい感じの動きを見せることができるんじゃないかなと思っていますけれども、届くでしょうか。まあそんな感じでね、いえ、やっていくわけですが、じゃあ今回ね、何をやっていくかという話でございますね。本日読んでいくイクハルはですね、こちらになります。イクハルとしては SSR サポートアイドル、初めてのものになります。先日弾きました陶器名言、これ合ってんのかな、陶器名滅弦じゃなかった、なんか減るかと思ったら滅亡の滅だった、滅亡の滅でね、これ、違う、ちょっと待って調べます。名滅なのかな、私ガシャ動画で名言って言ったかもしれない。名滅、名滅ですね。名滅ってちなみに何ですか。明かりがついたり消えたりすること。なるほど、はい、というところで陶器明滅、こちらを見ていこうという話でございます。前回のね、番外編の方で引き当てまして、今回やっていくわけなんですが、今回からパソコンが帰ってきたというところで、ちょっと前までパソコンが使えない時期はですね、私メモ、まあ、普通本当に、紙に書いて、またイクハル研究やってたんですけれども、本日からまたこのメモ機能っていうのが帰ってまいりました。ちょっと今ミスったんだけど、多分映ってないと思います。アプリはね、多分画面録画では映らないと思うので、ただ、でもこれ出してる間は音が消えるのかなっていう感じなので、ちょっと音が消えてる間はメモしてるんだなっていうふうにことを、思っていただければ大丈夫です。というところで、台作っていきます。23回と。いう感じで、そろそろですね、ライブも近づいてまいりましたっつってもね、まだあと2ヶ月ちょいあるんですけれども、そろそろ私もね、イクハル研究第2回の方を作り始めようかなと思ってますので、というところでやっていきます。今回のカードのあれなんですけれども、後ろからね、2人を見守るイクハルでございます。でもちょっとこういつもとは違ったドヤ顔してる感じがねすごくイクハルらしくなくて可愛いなと思うんですが、はい、発生イベント3つですね、やっていきます。 X の裏、ページの裏、これはいつかの序章。おー、いいですね。これ×かな ?X かな ?×っぽいね。はい、じゃあやっていきます。まず1つ目、×の裏いきましょう。25、23、24番、以上です。その他の方は残念ながら不合格となります。気をつけてお帰りください。すごいなんか、免許みたい。免許ね。仮免とか、本試験は電光掲示板だけど、仮免は、卒検か。卒検は、あれか、不合格者、ここの番号にない人は立ち去ってください、みたいなのあれだけどね。落ちちゃったかな、イクハル。マジで？イクハルでも落ちる？落ち込んでる。すみません。早めに退出していただけると。すみません。今日はありがとうございました。またよろしくお願いいたします。そっか、イクハルでも落ちてしまうことあるんですね。はい、また挑戦してくださいね。何のオーディションですかね。花ちゃん、こっちこっち。いいですね。今回は普段はね、最近イクハルのカードで多かったのがプロデュースなので、プロデューサーとイクハルっていう関係が多かったんですけれども、今回はサポートですから、本当にプロデューサーも出てくるかわからないレベルになりますので、コメティックとしての絡みなんですよね。ちょっとこれ楽しみでございます。あ、はるきちゃーん。連絡くれてありがとう。はるきちゃんと遊べて嬉しい。うん、仲いいね。私も。
はなちゃん来てくれてよかった。今日この気持ち引きずるのは嫌だから。あ、はなさん知らない。実はさっきオーディションに落ちちゃって。え？ダメ元だったんだけどね。やっぱりちょっと落ち込んじゃう。そっか、そういうこともあるよね。このよくみんなが受けてるオーディションって、そのプロデューサーがこう持ってきて受けるオーディションあるじゃないですか。あれ以外ってあるのかな。なんかそのもう本人たちが自分で調べて自分で飛び込んでいくみたいなオーディションあんのかな。でも大丈夫、これからもっといいオーディションがはるきちゃんを待ってると思うもん。すごい。ありがとう、はなちゃん。このはるきさん、はるきさんね。ごっちゃになっちゃった。はなさんのこの、まあ悪く言えば能天気だけど、よく言えばこう、なんて言うんだろう、何も気にしないというか、その前向きなポジティブなこの性格って、やっぱこういう時重宝するよね。だからさっきね、ココナッツアイス専門店見つけたの。はなちゃん付き合ってくれないかな。すごいね。美味しいもの食べて忘れることにする。うん。あ、なんかはなさんが年上やってるな、いいな。すごくいい、はなさんがすごい年上してる、いいな。なんかね、やっぱこうイクハルってやっぱりこう年齢よりもこうしっかりしてるから、コメディックの中でもかなりこう、可愛い服いっぱい見られてよかったな。でもこの前買ったばっかりだしね。こうやっぱりイクハルが結構前面に出ていろいろ考えたりすることあるけど、いや2人年上なんだよね、ルカさんにしてもハナさんにしても。こういうところでそういうのが見られるのいいね。そしてこの電車の背景なんか過去あった？初めて見たんだけど私。あ、席空いたよ。はるきちゃん、座って。おお。え、いいの？うん。だってはるきちゃん、オーディションの後で疲れてるでしょ。ありがとう。でもそんなに疲れてはないんだ。ちょっと落ち込みはしたけど。そうなの？でも私は疲れてないし。はるきちゃんどうぞね。それじゃあ座らせてもらうね。いいな、はなさんがすごいめちゃめちゃお姉さんしてる。はなちゃん、次の駅着いたら交代しよう。え？じゃないと私が申し訳ない。いい子たちばっかだな。いいのに。それじゃあ二駅先とか。二駅いいでしょう。かわいい。二駅いいでしょう。こういうノリがもうダブルハできちゃうんだね。これさ、はなさん二駅先実は降りる駅でしたみたいな、それ計算してたらすごいよね。それで私が二駅分座ったら次ははるきちゃんに交代ね。結構遠く行ってるんだね。え、そのまま座ってくれていいのに。ダメ、いいって言ってくれないと次の交代はなしだよ。優しい子たちの駆け引き。わかりました。うわー、ダブルハめっちゃ仲いい。さあ、はなちゃん、そろそろ交代ね。あ、そっか、話してるとすぐだね。
だね。はなちゃん、どう？お。隣も空いた？お、隣も空いた？ラッキー？はなちゃん、どうぞ。すごい。誰かに座られるとかっていう、そういう殺伐とした感じじゃないのに。めちゃめちゃいい子たちじゃん、いいのに。ねえ、はるきちゃん、今日、楽しかった？なんか、やっぱ電車だから全体的に光栄なのいいですって。今日待ち合わせした時、はるきちゃん、元気なさそうだったから、だから、私と遊んで楽しかったなって思ってくれてたらいいなって思って。うん、楽しかったよ。オーディションのことを思い出しても、もうモヤモヤってしないな。そっか。うわ、いいですね。いいですね。ちょっと待ってね。ダブル派仲いいって書いてくる。ダブル派仲がいい。はい。はい、というところで続きでございますけれどもね。いや、すごいね。なんだろう、なんかカード的にさ、あのイクハルがやっぱ今回も結構みんなをサポートして目立ってって感じなのかなって思ったら、しっかりとこう逆だったんだね。ね、これ、罰の裏の意味何だったんだろうな。あれか、オーディションで合格、不合格、罰の裏側ってこと？ページの裏。なんでしょう。雑誌撮影ってことかな？今度はルカさん？もしかして。今日、鈴木さん来れないんでしたっけ？はい。すみません。今日は別件で。すごい並び。私たち二人になりますけど、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。早速こちらを見ていただきたいのですが、あれ、すみません、資料が足りないですね。ちょっと取りに行ってきます。あ、はい、くつろいでてください。さあ、取りに行きました。ってことは2人だけ。多いね。花さん、花さんじゃねえや。行っちゃったね。イクハルとルカさんが二人になること多いね。ここにある資料を見ててもいいのかな。勝手に開いたらダメかな。好きにしろよ。ちょっと、アンケートでも見直そうかな。でも、ルカさんのこの目ってさ、この目する時のルカさんってさ、あんま尖ってない時だもんね。なんか、悪い感じというか、その気に食わない相手に対する目じゃないもんね、このルカさんの目ってね。やっぱ、感謝祭を。ねえねえ、ルカちゃん。感謝祭を経て、こう変わってきてるんですね。この、メンバーと初めて会った時の印象はって質問。私のことなんて書いてくれたの？気になるね。そう、そうって、まさか無回答とか。いや、まあルカさん真面目だから。ルカちゃんも見せて。グイグイ行くね、行くほどね。すごいね。書いてるか。指標だね。ルカちゃん、何か
書いた方がいいんじゃないかな。私のことなら作り話でもいいから書いてもいいし。そうなんだ。私はルカちゃんのことちゃんと書いたよ。でもなんて書いたかは公開までのお楽しみに。公開されるの？あ、そっか、でも番組のアンケートなんだ。そっか。でもね、実はここに書いてないことがあって。ルカちゃんはね、この子に似てるなって思ったの。誰だ？この子。声ちっちゃ。私が好きな物語のシリーズに出てくる子なんだ。似てね。でもなんか、そうかな。それは私の画力が足らないだけかも。すごいシャッシャって書いてたよね。でも雰囲気似てない？初めて会った時思ったの。この子はね、人間みたいな見た目なんだけど、実は妖精で寡黙なんだけど、いろんなことを知っていて、神出鬼没で、主人公たちがピンチの時はクールに助けてくれるの。本当にルカさんっぽいね。主人公は小さな小さな自分の村のことしか知らないんだけど、たくさん旅をしてきてたくさんのことを知っている。この子がいてくれるだけで、主人公の子は世界は広いことを感じられるんだよ。だから私も大好きなんだ。そいつの方はどうなんだよ。うん、この子は戻ってきたかな。すみません、遅くなっちゃって。ああごめんなさい、結局プリントし直しまして時間かかっちゃって。いえ、アンケートを見直したりしてましたから。あら、かわいいイラストですね。生田さんが描いたんですか？あ、はい。何のキャラクターです？ちょっとイカラガさんに似てるかも。これは何でもなくて。幸せしましょう。ごまかしいくわ。でもなんか、そっか、いやすごいね。あ、ま、続くんだ。今日はありがとうございました。お気をつけてお帰りくださいね。はい、ありがとうございました。失礼します。ルカちゃん、ごめんね。さっきのキャラクター、実はデザインだけちょっとアレンジしたの。ルカちゃんに似せて。ルカちゃんとお話ししたかったから。でもなんだか似てるっていうのは本当だよ。あの子が主人公のことをどう思ってるのかわからないけど、お互いのことを知っていて
時々だけど一緒に過ごす時間があって、それが読者の私には永遠みたいに感じられる。それだけでもかけがえのないものだって思うよ。おお、なんかいや珍しいよね。なんかこんなにルカさんと誰かっていうのをさ長時間見れることってないぜ。すごいよな。いやこれは同じユニットの特権でありますし、いやだん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 徐々にこう関係もね良好になってきてるというか、一番最初のさ酒書くか。なんて書くか。イクハルとルカさんは非常にだんだん徐々にだな、徐々に打ち解けている。これでいいか。とりあえず意味は分かるな。すごいよね。最初のさサポート ASR サポート R ではさ、なんか本当に一緒に使うこともイクハルすごい緊張してて、でそこからなんだったかな、次なんだ、でもあれか、ファンカンとかでさ一緒になって、まあ、ノードでねちょっと仲良くなって、じゃあ一緒にユニット組もうっていう話になって、でファンカンでちょっと仲良くなってるとこ見せつけて、で今ですよ、二人でいる時間があんなに長く描かれるのは、正直初めてレベルじゃない？本当になんか、まあミコトさんとかはねあれかもしんないけど、その他の翼アイドル以外でここまで長時間ルカさんと一対一で話す描写があったのって本当に日華さんよりも長いよね多分ね。日華さんは実際日華さんと対面一対一で話したのってモノラルダイアローグスのあそこだけな印象なんですよ私。口紅の下りのやつなので、ここまでなんか、しかもねあの時はもう見学ムード満載でしたから、こう打ち解けてこう一緒に一対一で話し続ける、まあイクハルがちょっと一方的に話してた感があったけど、でもルカさんもしっかり返答もねちょこちょこ挟んでて、なんか若干やっぱこうファン感通して心開いてるよねルカさんもね。いやいいな。いいよな。はい、じゃあ次ラストです。これはいつかの序章、行きましょう。ここ。ん？来たことあるんです。ソロで活動してた時。あ、そうなの？そうなんだ。ここ何もないのに。その時も撮影？いえ、一人でブラッド。おう。へえ、何しに？生田さん、まだですか？夕日外せないですからね。ああ、お二人いたんだ。ごめんなさい。私の髪、時間かかりますよね。うん、私が断りたいだけ。もう少し待っててね。キャリーバッグ引いてるのか。みんなお待たせ。この図もなかなか、ああセットお疲れ様。ごめんなさい、非表示しようと思った。セットお疲れ様。この図もなかなか見ないもんね。この図が最も見ないのよ。その、コメディックの中で。ルカさんと、花さんっていうのが。その、まあ、花さんがなんかその、あんまし人に興味がない人じゃん。だから、そうなんだよね。ルカさんに対しても別にそこまで深入りしないからさ、このセットのツーショットはあんま見ないんだよね。はーい。じゃあ、すみません。コメディックさん、移動お願いします。
五五。風強くて目が開けられない。ハルキちゃん、なーに？風強くて目が開けられないよ。全然聞こえない。世界によく響く。ここに一人で来たことあるんだ。私アイドルでいいのかなって思ってた時に。はあ、そんな時があったの？私たちどこに行くんだろう。この辺でです。全然聞こえねえ。なんつってんだよ。多分そこにいろってことじゃない？ここでいいのかよ。次はどんな感じで撮るんだっけ？確かそこに。とどまりなさい。佇むって言ってたよ。かっこよく？どこか安入意味？あー、難しい。本当はこのままがいいな。でもそれはきっと難しい。アンニュイか。とりあえず遠くの方を見てればいいかな。遠く、遠い光るもの。あそこの光、なんだろう。あれは船かな。それか、カメラ回ります。いつか私はあの光に届く。それとも、いつか。五、四、三。この光を見失う。いいですよ。あ、なんかセリフが合わさると深いな、この絵な。そうか、そうか、そうか。なんちゅうんだっけこういうの。なんかさ、なんだっけこの名前。なんか吹き出しセリフにならない、なんかそのモノローグ、なんだっけ、なんだっけ、エピローグじゃなくて、なんだっけ、モノローグだっけ、なんかあるじゃん、その独白。あ、そう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 、モノローグか。自分の心の声を伝える、そう、モノローグだ。そうだ、イクハルがモノローグ結構最近だと珍しいですよね。結構イクハルって何でも口に出して人に話してたんだよ、プロデューサーに対してとか。珍しいよね。見失うことがあっても亡くなったなんて思わない。諦めない。私はこの光を追っていきたい。やっぱりこう走り続けたいっていうその気持ち、
でもこれイクハルのテーマだよね。走り続ける、これだよね。一貫してそれはもう連綿と桜でもそうだし、ファンカンでもそうだし、あとあれ最近のあの6周年の、あ6周年のやつあったっけ、6周年のやつはその話題あったんだっけ、ファンカンどっちかだったな、ファンカンだったか6周年のやつもあったよね、その走り続けるみたいなのがテーマだったやつ。ハイカット、ですね、いい感じではあったんですが、イメージした症状ではなくて、生田さん目の光が強かったので、もっとぼーっとした感じで。お、あ、ごめんなさい、つい。もう一度お願いします。ルカちゃん、ハナちゃん、ごめんね、もう一回付き合って。ううん、大丈夫。空っぽなんてもうありそうにもないから。わあ、なんか深いよ。なんかここからまたイクハルのお話がちょっとスタートしそうな感じするね。なんかで、これはいつかの序章っていうけど、この言葉がさ、なんかすごい、このタイトルがさ、なんかこれからまたイクハルの第二ステージに入っていく感じ。最初今ここまではアイドルをやるっていうことに対してのあれだったのに対してさ、こっからはそのアイドルを突き詰めるお話になりそうでさ。いやーすごいなー、これからすげー難しくなりそう。でも聞きました皆さん、このままがいいなっていうセリフ。イクハルってその何かし続けてないと不安だとか、で何か走り続けていないと自分の中で不安っていう言葉は結構多くしてきたんですけど、ただイクハルはこのままの現状でいたい、なんかある日の天野さんみたいな悩みなんですよねこれね。さあ、それぞれが成長してって、まあ、今のこの形、3人でワイワイやる形じゃなくなってしまう可能性があるっていうところ、それぞれのソロの仕事がどんどん増えちゃってっていう話を天野さんはしてたんで、だからそれとちょっと似た感じの悩みだったんだけど、でも結局イクハルは中でもその後ね、走り続けるみたいな話もしてて、やっぱうわー難しい。これをどう研究結果でまとめろっちゅうんだよ。なんだろう、前2つがさ、なんか脳死で仲良しエピソードだったからさ、急にそうだな、なんて書くか、なんだろうな、なんか見つか、なんかこのカード、この陶器明滅、この陶器明滅ってカードが、なんかこう陶器明滅のコミュがね、のコミュが、イクハルの新しいお話、イクハルのアイドル、なんだろう、アイドルイクハルのこう新しいエピソードの始まり感じさせるよね。そんな、カードでしたね。なんだろう、ちょっとこう儚げでは、あとモノローグがやっぱ珍しかったよね。珍しいモノローグ見れる。なんかこのカードのまとめになってるね。モノローグが見られる。なんだろう、いやー、なんだろうな、すごい、なんだろう、エモかったな。でもな、めちゃんこエモかったな。やっぱイクハルってアイドル好きだよね。イクハルだいぶアイドル気に入ってるよね。うん、そこはある、正直。イクハルは、アイドルを
だいぶ気に入っている。やっぱそれ感じるよね。そのまあずっと言ってるけどさ、連綿と桜からもずっと言ってるけど、やっぱそういう感じはする。うん、いろんなことやってきて、いろんなことやめてきて、でそこでたどり着いたアイドルっていうものに対しては本当に探求がすごいから、それこそ罰の裏でオーディションには落ちてて、でもそこからもこう諦めずにもう一回やろうっていうところをなんだ、けしかけてるというか、それでアイドル辞めてないあたり、そのなんだろう、イクハルってまあいろんなものをやってきてっていう話はあったじゃないですか。まあ、いろんなものやってきてるのかな、なんかまあこれと思ったら飛び込むっていうところだったんだけど、その結構いろんなも合わなくてみたいなことも何回か言ってきてるから、アイドルやっぱりだいぶ気に入ってるんですよね、っていうところでまとめてございます。はい、いきます。ですね、まず一つ目、ダブル幅だいぶ仲がいいです。はい、これはもうね割り切ってることですけども、続いて2つ目、ルカさんともだんだん打ち解けてきている。これはね、なかなかでかいコメでしたね。本当にこうプライベートのコメディックってそもそもそんなに見る機会がまだないんですよね。その中でもさらにルカさんと誰かっていうのが見れたのが本当にでかいと思います。で、三つ目ですね。これはなんかまとめというよりかは、この陶器明滅というカード。このカードが、まあ、イクハルの、こう、アイドルとしての、今まで積み重ねてきたものですよね。まあ、ウィングから始まって、ホープランドじゃないな。ホープランドか。ウィングから始まって、ホープランド、まあ、あと、R?のサポートとか、あとは連綿と桜、あれ未だちょっとあの読み方が分かってないんだけど、あの6周年限定のやつで、今回のこの陶器明滅あったりと、ここら辺までですごいこう積み上げてきたアイドル始めるイクハルが一旦ここで終了して、なんかこう本当にこの3つ目のコミの名前通り、これはいつかの序章っていうタイトル通り、なんかここからまた新しいお話がスタートしそうだなって。まあ、イクハルって私の研究では今まで使える色を集めてきてるお話だったんですけれども、今度はもしかしたらその色をさらに突き詰めていくお話になるかもしれませんね。うん、そこも見逃せないというところで、あとパンカンか、パンカンもありましたね。あとノードもあったねあれあれだ、ハッピーホリデーあれもあったねいろいろありましたけどもね。でも結構あったね、そう考えるとイクハルもね。うん、であとはやっぱイクハルアイドルだいぶ好きですね。そこは嬉しいです。というところでありがとうございました。でもこれにて終わりましょう。23回でございました。チャンネル登録もお待ちしてますんで、よろしくお願いします。バイバイ。